この個人総合の決勝まで残ってますからね、はい、はい、大したものですね。平均台は地元スペインのフェルナンデス。連続のスワン宙返り決まりました、はい、スペインは団体で今回も初めてという団体5位という素晴らしい成績を残しまして、まあ、観客もよくご存知のようで、もうスペインの選手が出るたびに大きな声援をしてくれるんですね、まあ、今回は個人総合選手権ですので、まあ、どこまで上位に食い込んでいけるかというところですね。前に大きく一歩出てしまいました、まあ、でも落ちませんでしたのでね、まあ、ちょっとメダル争いにはスペインの選手加われませんので、いい出来でしたね。そうですね、まあ、地元で開催のオリンピックということで、あまりスペインの体操機はそんなに強くなかったんですね。日本はいつもスペインには勝ててたんですけど、はい、もうこのオリンピックのためにという非常に強化しまして、もう素晴らしいですね。そうですね、はい、団体で5位入賞を果たしました地元スペイン、アリシア・フェルナンデス18歳、平均台を最も得意としています。心配そうに得点を見つめていますフェルナンデス。今拍手をしましたのは床で同僚のソニア・フラガス選手の演技が終わって拍手をしました。得点が出ました 9.587 です。 9.587